10代ながらも空手界の猛者であります。中島和彦の入場であります。得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男、ケンタの入場であります。中島シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー中島くん魔界クラブ195ポンド中島中島勝彦赤コーナー中島プロレスリングノア190ポンドケンタレフィー西永修一中島運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。打たせません。胴を打ち込みます。抱えます。膝を入れていきます。肘を打ち込んでまいります。テイクダウン、ブロックします。走り込んでのエルボー、ストンピングです。あっとキャッチした。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ハイキック起こしてまいります。ロックアップ。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。逆に切り返します。踏みつけてまいります。あっと逆に捉えた。テイクダウンを奪います。ラフ殺法に転じます。このあたり切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。エルボーを入れていきます。さあ未来のエースを夢見て、今夜も熱いファイトであります。日々の厳しい練習と試合に耐え、牙を磨いていくこの若きライオンが早くも気合十分、戦いのアドレナリンも一気に上昇中。リング上はキャメルクラッチの体勢です。顔面を蹴り上げます。掴みます。あっとエルボー掴んだ。させません。打ち込んでまいります。掴みます。キックで返します。キックを打ってまいります。行くのか。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。
スリーパーに捉えます。腕を取った。タイガースプレックスホールド。カウントは2つ。鋭いキックです。ローを打ってまいります。組み合います。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。あと返します。引き起こします。バックに回ります。エルボーでブロック。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。ローキック。掴んだ。蹴りをぶち込みます。起こします。逆に返します。乾いた音が館内に響きます。ガードします。強烈に締め上げてまいります。ブロックします。起こします。キック攻撃を見舞います。掴んだ。キックで返します。引き起こします。腰を落とします。バックを取ります。ジャーマー。3つは入りません。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。逆エブで一気に反り上げる。掴んだ。エルボーを打ち込む。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。バックを取ってスリーパー。落とすのか。あっと逆に捉えた。バックに回った。エルボーで返す。腰に手を回した。これはポイントになりそうですね。そうですね。今のは精神的なダメージが大きいです。いけるか。逆に返した。10分経過。10ミリッツゴー。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。そばった。鋭いストンピング。抱き起こす。打ち込む。ガンマンリングに戻ります。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。あっと円錐切り。起こした。バックに回った。エルボーで切り返す。タイガー行くのか。タイガースバックス。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。外した。あっとキャッチした。バックを取ってジャーマン。綺麗な人間鏡。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。バックを取ってエルボーで返す。気合を入れた。バックに回った。ジャーマン高角度ロープに逃れました。強烈キック攻撃。あっとドロップキック。掴んだ。さあ人間サンドバッグ現象か。フィニッシュに行くのか。今ソフトボールですね。母の胸に抱かれました。あっと返した。立たせていく。ジャンピングしての膝蹴り。強烈。片指に持ち込む。